はい、どうも、パテマス協会でございます。牛がおるぞ。何やつだ。酒井と申す。本土の武士とお見受けする。いかにも、小笠田宗と申す。本土の御家人です。よくぞ対馬まで。火急の時ゆえに下文が届くとすぐに我らは出立を命じられました。志村殿から話は聞きましたぞ。この戦に加わり藩を討ち、猛虎に奪われた城を取り返せばよいのですな。さようです。恐れながら人に会わねばなりません。南の門でお待ちしましょう。その後志村殿のところへ。はい、というわけで今回は対馬の行く末、はい、これをユナと話になってますけど、これやりたいと思います。はい、まああと2位で仲間と話せるんで、他の仲間4人ぐらいいるのかな。裏切りやがって。なんで寝返ったんだろうな。根からの浪人だからさ。根からの浪人もらえれば誰の下につく。お、まずはノリオちゃんですね。殺されないこと。はい。酒井様。ノリオ、新参の稽古中か。稽古ではなく、心の整え方を教えていました。武士も槍川の戦士も戦の前に心を鎮めた方がいいかと思いまして。そうすれば世の無常も死への恐れも受け入れられるはずです。なるほどな。加わってもよいか。ええ、喜んで。諸行無常の響きなり。助かったぞ。御仏のご加護がありますように。ありますように。よし、のりおちゃん喋りましたね。次は車輪をよく見て。車輪をよく見て。ケンジいますね。よく働いておるな。誰も怠けてないか。足がしっかり見張ってるんですよ。道中で壊れでもしたらお城の門を壊せなくて大変じゃないですか。アザモウラの時にも使えたらよかったな。足の荷車がお気に召さなかったなんて。酒の匂いで酔いかけた。タカのことをユナから聞きました。足なんかよりずっと度胸がある。タカが聞いたらきっと照れるぞ。なら足も精を出さなきゃね。頑張るよケンジ。あ、お辞儀してるちゃんと。せっせい。あ、石川先生。おじいちゃん。酒井、戻ったか。戻ったよ先生。本土の武士に会われたのですね。うん、いずれも武勇に優れた精鋭だが、弓の技を磨いても損はなかろう。百姓たちは。申し分ない。腕はないが肝が据わっておる。先生がお褒めになるとは。槍川はかつて島の支えであったからな。猛虎どもを船に追いやることができるぞ。一月稽古ができればな。半時はあります。ならばわしの邪魔をするのはよせ。半時って短いってことだよ。半時しかねえじゃねえかみたいな。お、まさこちゃん。ジン、戻っておったのだな。戻ってますよ。百姓たちを苦しめてはおりませんか。さすが槍川。この者らは見た目よりもずっと頑丈だ。頑固でもあるがな。あなたには及ぶまい。ほんまやで。当然だろう。少し前なら私の言葉に耳を貸すこともなかったろうに。こうして力を貸すようになったのはお主の働きのおかげだ。答えねばなりませんね。私も励まれた。夜になっちゃったよ。暗っ。でこれであとユナちゃんと喋ればいいか。ユナは前回ねえ、タカがあんなことになっちゃったんで。どこだ、そこだ。ふっ。ユナ、いよいよだな。援軍もおる。備えは万端と言えよう。少しは休めたか。眠れやしない。タカにはすまないことをした。クロードのこと、あの子も槍川も信じてる。立ち上がってくれたのは
あんただけだったから。クロードのためならみんな死んでもいいって。俺も対馬の民のため死ぬ覚悟だ。分かっておろう。覚悟だけならいいけどね。しばし外すぞ。小賀殿に会わねば。戦場で待ってるよ。はい、よろしくね。もう言うなも残ることになっちゃったからね。小賀さんはどこですか。小賀さん、あ、マーク出てるわ。違うわ、このマーク違うマークや。あ、なんかそこだ。はい、坂井殿。はい、小賀殿、叔父上の所在は。丘の上でお待ちだ。道中小賀家のものでお守りして信ぜよ。痛み入ります。痛み入ります。これから長い物語始ます。このまま続きますか。もちろんでやる。ターンを待たせる気はありません。さようか。うい、お働き伺いましたぞ。志村殿をお救いし、さらに無礼な槍川までまとめ上げたとか。戦は不慣れですが、信用に足る者たちです。その言葉を信じましょう。時に民から二つ名で呼ばれているそうですな。クロード。武士が全て討たれ、信じる者を欲したのでしょう。だが我らが来た。今こそそうしたまやかしは捨て去り、本来の掟に従うべき時が来たのでは。今は対馬とこの島に住まう民を救う時。ハーンを撃つまではお待ちください。いかにも心得た。心得た。いかにも。志村殿、小井子殿がお着きです。天儀、上におる。あ、上？上におんの？ん？じゃあ行くか。おい。おじ上。良い働きであったな。これだけの兵が集えば城を取り戻せる。ですが竜蔵は逃がし、ハーンには捕らえられて寝返るよう迫られました。ハーンと話したのか。捕まった折に。知っておれば兵を率いて助けに向かった者を。ユナに救われました。しかれどもその弟が犠牲に。そやつの痛みもそなたが耐えた苦しみもハーンに償わせてくれよ。ジン、そなたに志村家を譲る上申が認められた。対馬を守った暁にはそなたはわしの後継ぎとなる。志村ジンなの。クロードではなく武士として。ありがたく存じます、叔父上。今日は叔父と甥として戦に赴くが、明日は共に勝利を祝おう、父と子として。堺でええやん。あ、後取りいいのかな、いつのとこには。侍は何よりも誉れを重んじる。それゆえ奴らは愚直で測りやすく単純ってことか。組みしやすい。だがクロードは底知れぬ、ゆえに手強く恐ろしい。恐ろしい。理は我らにある。対馬の命運をこの戦で決しよう。ユナいる。ハーンを討ち取りましょう、ね、共に。そして鎌倉に吉報を届けるぞ。対馬の勇士たちよ、これよりコトゥンハーンを討ち取り、我が城を取り戻し、猛虎どもを対馬から打ち払う。おお。志村殿に続け。進め。進め。行きたくねえのに。はい。任せた。皆殺しだ。皆殺しにしろ、お前ら。ユナはいる。ユナちゃんいる。頑張れ。お前たち頑張れ。あ、で俺気力いるわ。
叔父上何してんだ、行け叔父上、行け、島を守れ。それ敵だ、いろいろな敵、とりあえずブロードのあれしたい。やべ、やべ、やめろやめろ、いや、うわ燃えた、もう危ね危ね危ね、やめろって、あ、危なくなった、もうやめろ、こいつ取っとこう、俺だけかわされてる、やべ、とりあえずダコイのやっていこう、弱ってるやつやっていこう、まだ1個しか無理だ、押し進め、俺はクロードになりてえ、クロードの方になりてえから、危ない危ない、やめろ、あ、乗りを向いた、やばい、もう燃やされた、もう燃やされたがな、戦った方が早いかな、ちょっと上にやってやってくれや、やお、いいね、うわ燃えてる燃えてる、もう無理じゃねえかよ、ちゃ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 、燃えてる燃えてる、燃えとるって、燃えとるから、矢のやつをやれって、早く矢をやれって、燃えてるもん、もう無理だ、クロードの方とか、門まで押し通れ、押し通れ、押し通れ、波状追、すげえ、除夜の鐘みたいにドンってやるのかな、邪魔で構えてるやん、いきなり撃たれた、進め進め、見せつけてやれ、周辺丘の上へ進め、うわ燃えてる、もうヒージャバ、ユナやって、ユナちゃんやって、そういいぞ、オナニ臭い、一応開け、我が一族の仇、燃えてる、やめてる、後ろから、後ろが来ちゃってる、やめて、クロードの肩をやめ、やめて、いけー、志村倒れてる、おおじ上、おじ上いいわ、あいただ、倒れるわけない、倒れてるからさ、これ以上は耐えられない、耐えろ、頑張って、お前耐えろ、まだ俺だ、まだ陣、来い、来ねえよ、サクリ様、片付けてください、抜けるなよ、ノリオ、やべ、助けてやんないじゃねえか、倒れるわけにはいかん、よし、オッケー、危ねえ危ねえ、お前死にかけてんじゃねえかよ、普通に何してんだよ、20上、あ、あと一人や、もう囲まれてんな、いかんだもんね、おー死んだ、こち開けろ、聞くな、囲まれてしまうぞ、なんだけにしろ、やっちまいな、いたたたた、嫌なやつうぜえな、矢を殺そう、ガッツとステップ、やめろ、矢のやつどこにいんだよ、あの上にいるな、矢を始末しよう、どうしよう、どうしよう、いや五章じゃねえよ、やろ、やめろ、やめろって、やめろ、矢のやつを先に始末させろ、俺に、はい、五章、どうしよう、フッフッ、クロードにさせろ、オッケー、あと3人倒せばいいか、はい、どうしよう、どうしよう、やめろよ、どうしよう、とりあえず俺の方やんな、お前ら頑張れ、どうしよう、どうしよう、
危ない危ない、これ以上は無理です。まだ死ねるか。死ぬんじゃないよ、あと一人で俺クローズなれんだから。誰だよ、ノリオちゃん。まだ死ねん。やべ、もう耐えられそうにありません。耐えなさいって。チン、ああもらった、もうほらもうノリオ、ちょっとこれ以上は無理です。死んだノリオと俺が倒れたって。死んでたまるか。やべってほらもうそうなっちゃうから。もう耐えられそうにありません。耐えろって。死んだわもう。なんだよ。よしよしよし、クローだったぞ。待った？ここから狙おう。酒井。え？お前が先駆けを務めろ。よしよし、待ったんだ。酒があるやもしれん。そうか。いいぞ。ならいいぞ。奇策があるやもしれん。なかなかダメージもらったわ。大変な目にあったな。逃がしてなるものか。来た。ボスっぽいの来た。消えろ、犬どもめ。犬ども。この門は決して開けんぞ。毒だ。すげえ。地球増票ども。ジン、何をしておる。道を開けと。かような手を使えと命じたか。誉れある武士であることを忘れるな。これでは鬼だ。あやつらは猛虎です。我らの武具は恐怖ではないぞ。どうしよう。わあ、これでいた。このままでは進めない。酒井、お前が策を練れ。あの兵器を壊す。何やねお前、俺の策文句言ってんねお前。わしはここにとどまり矢面に立つ。私も行くよ。離れるな。この王のとどまれ。行け酒井、ギアリを奪え。酒井、やっぴー、仕事きっちり。危ねえ。どうだよ、あれか。わぁ、じゃあもう俺らまったりしてたまえ、来るよボケ、前俺のクロード、お前やめろ、お前。危ねえ。俺のクロードの前、肩を前にやろう。これやってしまってやろう。グリードにやろう。この上か、どこやったっけ。ここだな。よしよしよし。ざまあ。ヒアリを奪った。ヒアリを奪ったぜ。やっちゃう。一掃しろ。一掃しやでたら。ねえ。え、何？どうした？どうされた？やりやちゃんと。やりや。じゃバンバン撃っちゃえばいいの。やっちまいな。ねえ、全滅だ。あらてが皆殺しだ。皆殺しだよ、その当たり目だろ。クロードの数溜まってくれてんのかな。おしまい。クロード歩けた。あらてが橋の方に向かってる。承知した。どうやって走って。石川いるや、そこ当てだったわ。俺のことを怒ってばっかり。これ以上できることはない。では皆のもとへ。やれ、全滅だ。終わった。よし、おい満タンになってよかった。クロードの方、これで変なもんに。違う、俺降りたかっただけやから。じゃもう行って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 、もうジンいいから。恐怖を味方にしたから敵を倒せた。志村様は間違ってる。志村分かってねえんだよ。改めねば死者は増える一方だ。この戦ができたのもあんたが動いたからだ。志村様じゃないよ。始まったばかりだがな。
もらえるもらっていこう。よし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 。しまうぜ。いやこれダメージ受かりたくないから。坂井様やりましたね。猛虎勢を押しておるぞ。やれ、俺はもうクロードの方使いたくねえから、お前らやれ。いっぱいいる。攻めろ、攻め入れ。城を取られるな。猛虎にかける情けはないぞ。すごいよ。道は開けた。押し進め。陣を組め。行け。島まで進むぞ。おのおの橋へ進め。島を守れ。島を守るぞ。やれ。一人も残すな。一人も残すんじゃねえよ。ここへ食らいたくねえ。押し進め。危ねえ。もうクロードの俺の方返して。いや豚来た、豚来た。じゃ豚当たる、豚当たりやすいから、こいつ攻撃範囲広いから。あーもう爆弾もらう。ついでに俺のクロードの方返してくれや、お前。せっかくしたのに。うわー、もうボロボロやんけ俺。もうクロードの方じゃ使ったらよかった。上か。やったな、すげえ勇ましいな、お前な。ジン、橋を見ろ。敵が引いておる。ハーンが敗走を許すなど、何か妙です。馬に火つけた。なんということだ。どうして行かせた。あれじゃ犬尻だ。どうだよ。戦場で死ぬは誉れよ。バカじゃねえのこいつ。お前が死ねえのか。精鋭を集めろ。橋を修繕して夜明けに仕掛ける。いえ、兵が足りません。だから言ったので。黙れ。他の手立てがあります。二人で話すぞ。ついてまいれ。ああダメだ、志村じゃダメだって。志村じゃダメだよ、死者が増えるばっかだ。終わった、対馬の行く末。よいしょ。猛虎は守りに入った。一息に攻めれば明日にも戦は終わろう。大勢が死にました。それが戦だ。守らねばならぬ命です。陣の方が正しい。私があの橋を渡り毒で殺します。愚かな策だ。民を救うための策なのです。民を恐れさせるだけだ。その道を歩み続ければお前もけだものになるぞ。誉れある戦いを忘れるな。誉れは浜で死にました。ハーンの首を取るために。怒りに任せおって民を守るため全てを捨てたのです。
果たして叔父上は何をなされた。あ、言われた。あ、しばれた。撃たれたことねえのに、親父にも。ジン、もう結構です。そりゃそうなるわ。叔父上じゃ無理なんだって。捕まっただけやんけ、お前。ああ、闇からの死者が増えたね。喧嘩しちゃったね。というわけで、次回もここかな。ユナと話せ。闇からの死者。っていうのがやれるんで、次回この続きからやっていきたいと思います。いやー、おじさんと喧嘩しまぐりになってきましたね。次回が楽しみです。パティモス協会でございました。ご視聴ありがとうございました。